はい、どうも皆さんこんばんは、レプシンです。今日はデッドバイデイライトのキラー側ヒルビリーを使ってプレイしていきたいと思います。はい、お、オブセがいない、ストライクいないですね。お、いた、遠くに。今日は新しいヒルビリーつってもね、新しくなったの結構前なんだけど、この新しいヒルビリーのアドオンを組み合わせて、ちょチェーンソーをね早くしようと。あ、いった行った、チェーンソーを早くしようというね今回の企画です。っていうのもなんか新しくなったヒルビリーって、そのチェーンソーのチャージ速度を速くするのが結構難しいんですよ。以前はね、楽々チェーンソーのチャージ時間早くできたから素早くバーンって振れたんだけど、まあ、今はそう簡単には振れないと。はい、んー、出たのかな。よいしょ、 OK ね。新しくなったヒルビリだとチェーンソーのチャージ時間を早くする代わりに、なんか足がハグとかスピリットと同じぐらいの遅さになっちゃうとか、ね、板を食らった後じゃないと速くならないみたいなね。これが新しいヒルビリなんですけど、まあ、今回その今説明した2つを持ってきてます。なので板を食らった後30秒間はかなりチェーンソーのチャージが速くなってるはずなので、まあそういう構成です。で、はい、これ今ね最速になってんじゃないかな、かなり速いと思う。うん、かなり速いと思う。はい、なるほど。はい、OK。そう、レアの方のアドの母の助っ人ってやつが板でひるんだ後30秒間だけチャージが速くなるよと。でベリーレアの方の同調済みのキャブレターって方はもう常時足が遅くなるけど、常時チェーンソーのチャージ時間が速くなるよというね、はい、この2つのアドオンです。さあどこかな。お、今手離しましたね。積極的にねちょっとね板当たりに行きたいんだよね。オーケーオーケー、板当たりましたね。こっから30秒間で、今回はねその板当たっても大丈夫なようなパークを持ってきてるんで、よいしょ、はい、うん、惜しい、惜しいな。はい、OK。 これ今回のコンセプトというか、こうできたらいいなっていうのがあって、ね、常時チェーンソー速くなってるプラス板当たった後に速くなるを掛け合わせたいので、わざと板を食らって音量の怒りと不屈を組み合わせた構成で板を即時破壊からの、ね、超高速チェーンソーみたいのがちょっと決まったら気持ちいいかなと思うんですけど、いけるかな。あ、いましたね。蹴りましょうか。とりあえずわざと板くらいにいきます。そっからのコンボですね。あれ、あ、いた。はい、板ねえかな。で、常時足遅いからね結構チーズしんどいのよ。あ、あそこ倒させたい。はい、ここで発動してかなり速くなってるんで、惜しい。ちょっと待って、今の当てれなかったな、俺の技量不足。今の当てれたらめっちゃ気持ちよかったのにな。くそ。まあでもまたね30秒間速くなってるんでね、リチャージ入ったんで。はい、以前のキャブレター調整ガイドとトンプソンズミックスを組み合わせたぐらいのスピードにはなってるんじゃないかな、多分だけど、それぐらいは速くなってるんじゃないかな。待て、もうマップ上の板をねもうゼロにするよ俺は。
いい。よいしょ。ねえ、以前は本当に簡単にね、チェーンソーのチャージ時間短縮とかってやって、でズバ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 切っていけたんだけど、今はね、足が遅くなったりとか、板を食らってひるまないとチェーンソーのチャージ時間早くすることができないっていうね、困ったよね。そう簡単にはチェーンソーのチャージ時間早くさせてくれないんですよ。蹴っとくか。どっち行った？これ今ミンちゃんかなんかいたけどね。あー、シャトルな。あ、行ってる。あー、カーブが効かない。救助しない。いた。よいしょ、オッケー、ラッキー。オッケー、ラッキーですね。ここ釣れそうかな。はい。どこにいんだろう。あ、言うてもまだ結構板あるな。おい。あれ、こう蹴ったのにまた回ってるな。ただいたんだ、さっきまで。で、先にミンちゃん救助入ったね。あっちにも入った。ちょっとジェフ申し訳ないけど、ジェフリーチだからジェフしばきたいですね。あ、でもなんかいるわ、ネアが。てっ、ネアも結構吊るしてる気がする。一回だけかな。足遅い、本当にマジで足遅い、マジで足遅いな。うわっ、このリスクに見合わねえよ。こんだけ足遅くなってチャージ速くなるのビビたるもんだからな。割に合わねえよな。まあ面白いからつけてきたけどさ。よし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 、はいよー、回ってますね。一旦ケロ、一旦ケロ。はい、いたいた。いいよいいよいいよ。で、音量の複数チャージ溜まってるから、わざと痛くらいたいですね。わざと痛くらって、わざと痛くらいたい。あ、いい、いい流れ来てるね、いい流れ来てるね、いい流れ来てるね。これ絶対倒す、これ絶対倒す。はい、倒しました。はい、チャージ短縮重ねがけ。はい、オッケー。まあこれ確か強いし、なんか面白いかなと思うんだけどね。実用的かって言われると微妙っすね。もっと爆速チャージだったらね、俺全然あれだと思うんだけどね。言うて速くないからな。まあまあ速いっちゃ速いけどね、速いっちゃ速いけど、そんな爆速かと言われると爆速ではないんだよな。あ、やべ、うわ、疲れた、マジな、マジな。痛い。でもいいんだ、わざと食らって、わざと食らっていく、どんどん。そうすると速くなるから、チャージが。いいよいいよ、逃げ場がないぜ。はい、オッケー。救助いくかな。オッケー、行きましたね。いいんです、いいんです、わざと食らっちゃっていいんだよ。腹痛持ってきてるからね。腹筋も、板のひるみからの腹筋も速くなってるから、で30秒速くなるしね、板の、チャージ、なんだこれ、チェーンソーのチャージがね。あよ、足跡ありますな。ん、あっち行ってる。カラス飛んだ。いますね。そこで、はい、これでチャージを貯めると。ミンちゃんじゃん、ネホをしばきたいけどな。
うわ、うまい、デッドアウト。くっ、そっか、足が遅いから思った以上にいかないんだ。そう、普段のヒルビリの感覚じゃダメなの。普段のヒルビリの感覚でやったら届かないんです。え、なんかめっちゃしゃがんでんのいない？すげえ遠くになんかうっすら影見えた。え、どこ行ったこれ。え、どこ行った。うっすら遠くにしゃがんでるやついたけどな。どこ行った。うわ、なんか、うわ、見逃したの今の、悔しい。拡大しないと見えないかもね。遠くにスススーってね、なんか透明のね、人間がね移動したんだよな。こっちみんちゃんなんだよな。え、いないね。もう一人回す気あんのかな。めちゃくちゃ隠密してたけど回す気ないかもね。はい、いや全然いねえ、全然いねえぞ。いた、みんちゃんじゃねえんだよな。ちょっとハッチ探すか。ハッチ探してみんちゃんダウンさせましょうか。じゃあミンちゃんしかいねえんだけど。はい、どこにいんの、もう一人。せめてまま、いたわ、エースだ。この三つ野郎ぶっ殺す。うわ、殺意に満ちてるぞ俺は今。はい、でみんちゃんどこだ。都会の逃走術か、そういうわけだぜ。ああ、シャッついてる。ああ、シャッついてるな。これやべえ、エース起こされたらだるいぞ。これエース起こされたらだるいぞ。はい、よーし、よし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 、いやー大変だった。はい、一応ね不滅警戒で先にエースを吊るします。で、みんちゃんも吊るしますと。吊るす場所があそこでいいか。足押せ。はいはい、 OK です。ってな感じでどうでしたかね。同調済みのキャブレーターと母の助っ人というね、チェーンソーのチャージ速度を短縮するアドオン2つ組み合わせたっていう動画なんですけども、やっぱその何かを捨てないとチェーンソーのチャージを速くすることはできなくなっちゃって、足遅くてね微妙だよね。うん、だったら普通のヒルビーの方がまだいいよ。リスクに見合わないね。だからちょっとロマンというか面白いかなと思ってやってみて、まあ現にその
同調済みのキャブレターの効果はジョージ発動してて、で板スタン食らったと30秒速くなるんで、さらにでその掛け合わせで板食らった後に、まあその音量と腹音量の腹痛音量の怒りと腹痛を組み合わせて板を即時破壊してからのチャージ速度短縮重ね掛けからのね高速チェーンソー切りみたいなのが、まあロマン構成かなと思って、うん、まあ実験にねちょっとロマンで強かったなとは思うんだけど、うん、ロマンだなただの、はい、でこの構成のヒルビリーが今後まあ出現するかっていうとまあ出ないだろうな、うん、っていう感じの強さです。はい、ってな感じでね、まあ一回試してみてもいいんじゃない、ただもう二度はいいかなってなりますけどね。はい、以上です。今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイビー。